皆さんこんにちは。私たち歌って踊って食べるアイドル赤丸ダッシュです。いただきます。え、なんでいるんですか、貝塚さん。何気なく言いましたね。怖い。めっちゃすごい笑顔顔が笑ってないです。いや、なんかたまにはやらせてよ、なんかね。たまにいつもちょっとね、1回ぐらいやりたいな。いつもいただきます。いつもやってる。いただきます。なんでですか。え、なんで、なんでだと思いますか。4月11日は何の日でしょうか。丸選手の誕生日ですか。え、それ違うでしょ。そんな、なんかね、え、本当に。え、そう、わからない。いやいや、それは哲也先生の誕生日でございます。え、そうなんですか。え、その話をこの前したでしょ。あ、武田さん、おめでとうございます。え、丸選手も4月11日はい、だから竹田さんと丸選手、すごいと思います。いや、というわけでこの4月11日に、まあ、要は竹田プロデューサーの誕生日に合わせて、はい、ちょっと大きな発表をね、1個やりたいなと思って今日はやってきました、はい、皆さんこれ見覚えありますか。これね、はい、WWW あなたたちここで何をした場所でしょうか。これね、 CM 撮影と、はい、赤丸急上昇ダッシュの、うん、TV 撮影。そうです。で、ここで何をこの前発表したんでしたっけ。これね、なんかやりますよみたいなことをちょっと。ワンマンライブ。はい、ワンマンライブへの ね、今日ちょっと4月11日に発表しますって話を一旦、西島秀俊さん、伊藤正秀さん、はい、失礼しました。そう、伊藤正秀さんから、発表がありましたということで、今日は、ちょっとね、皆様にお邪魔した感じで来まして、はい、これは何ですか。スケッチブックだ。はい、見ればわかります。これは、はい、ね、こういうのでやっていくんですか。え、なんていい、どうする、あのどうやりたいの。あのいいですか、はい、ゆるすぎて緊張感出ないんですよ。いや、緊張してるだろうなと思ったから、ちょっとほぐしにかかってみて。いや、なんで今軽く怒られたんですか。じゃあ、まあ、そうやることで、またね、俺がペース乱されて、なんか、タワー渋谷みたいな。いや、もう十分乱されてるじゃん、もう大丈夫。でも、とりあえず話しましょう。はい、これは何ですか。スケッチブック。はい、はい、では発表いたします、という言葉で。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。ててん。食べとも。食べさんもやっちゃって。丸をもらってワンマンライブ、イエーイ。わかんない。もうやだ、あなたたちのノリじゃない。嫌われた。いや、これ何なのって思うでしょ。はい、わかんない。何なの。思いますね。ててん、ということで、赤丸ダッシュの PR 活動をして手で丸を作ったツーショットを撮影。え、丸こういうことですか。そうそうそう、そう、こういうこと、こういうことだね。ハートじゃないんだ。ハートじゃない、丸、赤丸だから。丸じゃない、赤ハート。そうで、これはですね、PR 活動をして手で誰とツーショットを撮るのかなっていうことなんですけど、はい、うん、これね、まずね、目標として411個の丸。4月11日だから。そう、4月11日だから。で、何をするかというと、例えば、まあ、PR 活動ね、何でもいいんだけど、例えば誰かのお手伝いをするなりして、410個の丸をツーショット、PR 活動して作る。それは一般の方ではなくて、一般の方ももちろん含まれますので、多いと思います。はい、2つ目いきますよ、これね。はい、チャレンジのね、進行状況はね、ラジオ日本の番組だったり、コロンビアンでやってるニコ生とかあるじゃない。あとはネット生配信のショールームとかね、あとは公式ツイッターとかいろいろブログとかもあるだろうし、そういうので随時公開していきますと、はい、ということでね、楽しみですね。誰が何をやるのかな、これね、全然知らないけどね。え、誰が何を、どういうこと。はい、ラジオ日本コロンビアの仕事を手伝い、丸をもらうこともあると。職業体験的なことですか。そうです。こういうのね、楽しそう、楽しそう、乗り切るね。これ高校とか大学とかやるでしょ、インターンシップみたいな。割とリアルなところに行きましたね。それあなたが純粋にやりたいだけでしょ。じゃあちょっと太陽企画さんにインターン。頑張って今日どんだけ仕事。すみません、ちょっとね、支えましょうか。ちょっとあんまいじめないで、これもね、持ち慣れてない。ちょっといじめてはないよ。あ、すみません、ありがとうね、ありがとうね、安定した、これ。はい、もういいかな。ごめんね、ごめんね。はい、
今回のチャレンジはね、食べ友さんにもご協力をということで、まあ、メンバーにはもちろんね、当然頑張っていただくんですけど、食べ友さんにもご協力、丸を一緒に作る、いいね、うん、あとワンマン口コミを広めてほしい。そうね、そうね、うん、で、ワンマンライブにまず来てほしいでしょ、うん、これね、協力してくれたけどライブに来てくれないっていうのも寂しいで、で、丸の写真をハッシュタグ食べ友1422に送って、ツイート、どんな丸でもいいので、食べ友1422にね、はい、ね、なんか広島カープの試合に行って丸選手の写真じゃないとダメってわけじゃないから、ん、うん、次に行きます。はい、次に行きます。もうね、心が折れてる、はい、目標はね、食べ友さんの目標も411個の丸、ツイートは1人1回限り。なるほど、まあ、厳しいな、ね、その気になればこうやって丸作って自撮りして411回載せれば終わりかって言ったら、そうじゃなくて、食べ友さん1人につき1回だけ協力いただけると、はい、ハッシュタグにツイートしていただけると、はい、それをあなたたちの411個、食べ友さんの411個、これを合わせた丸にちなんで 8月22日、分かってたでしょ、分かってたでしょ、ワンマンライブしたいな、何今の手でしょ、じゃあ、あの会場を押さえてないから明確な日付が書いてあると、まあでもいいか、ちょっとワンマンライブしたいなってことですこれは。はい、というわけで、はい、はい、こちらね、うん、WWW、8月22の近いところで、ちょっとあの会場をね、抑えようと思いますので、うん、まあ、抑えるかどうかはね、懐かしい、懐かしい、え、その丸 の、うん、あの食べ友さんと私たちの締め切りはないんですか、はい、今日は4月ですと、はい、はい、で、まあ、ライブは8月にしたいなみたいな感じで、うん、はい、何日かまだ分かりませんけど、はい、そこは調整するとして、はい、じゃあそのちょっとね、間ぐらいを取って、まず6月に、え、6月ですか、なのでそれまでにはチャレンジの結果が出ます。あらららららら、これはあなたたちも、頑張って、411個丸を、マジで、え、どういうことですか、私たちは、うん、全く私たちのこと知らない方、そうなんですか、まあそれはね、あの詳しくはラジオ日本の番組とか、マジで、なんでそんなに、なんで基本的にちょっと重要とこふんわりしてるんですか、いや、そういうことないから真剣にすごい気がオスカープロモーションの日本コロニアさんによくないついてきた、ね、これね、ずっと知恵ついてる、ありますから、最後に今回のワンマンライブももちろんそうだけども、それに向けての、はい、チャレンジ企画に対する意気込み、はい、PR 活動ですよ、うん、丸をもらおうという企画に対する意気込みを一人ずつ、うん、この企画自体は本当に本気で頑張って、本当8月22日近日近くに本当にワンマンライブで400人埋めたいんで、食べ友さんの皆さんの協力も必要ですし、私たちも職業体験的なことで一生懸命頑張って、それを自分のものにできるように頑張りたいんで、皆さん協力をお願いします。私たちの、まあ、目標はワンマンライブ、今の目標はワンマンライブをするという目標なので、それを絶対にやりたい、ワンマンライブやりたいので、皆さんもよろしくお願いします。もう本当に不安なんですけど、でもまあやるしかない、まあ、なんだかんだね、試練があるからこそ赤丸ダッシュ輝けるということで、乗り越えていきたいです。皆さんもご協力お願いします。言ったら411人の方に興味を持ってもらうじゃないですけど、そうやってって丸をもらわなきゃいけないわけなので、ものすごく難しいことをとりあえず最初は2ヶ月でやるっていうのがあるんですけど、まあ、弱音は吐かずに絶対達成するっていう気持ちで頑張っていきます。赤丸ダッシュ、伊藤さんと貝塚さんも含め411個頑張って集めますので、私たちは入ってないよ、いくぞ、えいえいあー伊藤さんと僕の丸はノーパンクです、ありがとうございます、頑張ろうみんな